熊本市のさまざまな取り組みを紹介するこんばんは熊本市。今日のテーマは児童手当の拡充について。子育てに関する経済的な負担を軽減するため、令和6年10月から児童手当の支給対象を拡充します。これまで15歳までの子だった支給対象が18歳まで拡充されます。さらに子ども3人以上の多子家庭については、第3子以降加算額を従来の1万5000円から3万円に増額するとともに、第3子以降加算での子どものカウント対象を22歳になる年度末までの子に拡充することになりました。これまで児童手当は各世帯の所得額に応じて支給額が制限されていましたが、そうした所得制限、所得上限を撤廃し、収入に関係なく子どもを養育するどの家庭にも児童手当を支給します。またこれまで児童手当の支払いは4ヶ月分ずつ年3回でしたが、今年10月分から2ヶ月分ずつ年6回の支給になります。制度改正後の初回支給は今年12月です。現在児童手当を受給している人は原則として申請は不要ですが、兄弟3人以上で大学生相当年齢の子どもがいるご家庭などは申請が必要です。児童手当を受給している方には、今月初めに児童手当制度改正のお知らせを発送しています。申請が必要な方はお知らせに印字した二次元コードから申請してください。子どもが高校生のみの世帯、所得上限を超過している世帯など、現在児童手当を受給していない方には7月初めに申請書を発送しますので、ご確認ください。お知らせが届いたら必ずチェックしてくださいね。詳しくは熊本市児童手当制度改正で検索してください。次回は防災士養成講座について。お見逃しなく。